そ
始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー、グラントリノの元へ行くことになったんだけど。グラントリノにヒントをもらった僕、もっとワン・フォー・オールをフラットに考える。アドバイスをもらった僕は深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても頭の中はワン・フォー・オールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。だけどグラントリノの一言で思いついた。イメージは電子レンジのたい焼き、これかもしれない。わかった。一部にしか伝わってなかった熱が、まんべんなく伝わるイメージ。全身常時身体許容上限 5%。 たどり着くまで随分早かったな。試してみるか。お願いします。本気で取りに行くよ。さてどうする。どうするか。とりあえずは俺に一発入れてみな。フルスウルトラを放て。戦うしかないのなら完了。オールを全身に張り巡らせた状態、そいつを維持したまま動けりゃ今までのお前とは一線を画す。もう一度だ、打ってこい。攻撃を当ててフルスウルトラゲージを貯めろ。やるね。届け。この勢い。ああ、ネギだ。いい動きだ。打ち込め。うわ。よっしゃ、じゃあ馬が。
トリノにヒントをもらった僕。新技、フルカウルの特訓に明け暮れていたグラントリノと僕。レッツストーリー。職場体験3日目、ずっとフルカウルの特訓をしてもらっていた僕はフェーズ2ということで東京の渋谷へヴィラン退治に向かった。時を同じくしてヴィラン連合の死柄木弔とヒーロー殺しは飯田君のいるホス市に現れていた。そして僕たちが新幹線で東京に向かっている最中、それは起こった。衝撃で止まる新幹線、そこになんとノームが突っ込んできた。ノーム？小僧、座ってろ。何が起きた？なんだ今の？マジ、ホスだよな。で、確か飯田君の職場体験先。ヒーロー殺しが現れたマジでノームが現れている。空前にしてはできすぎだ。ということはその2つがつながっている。駆けつけた現場には飯田君の職場体験先のヒーローがいた。でも飯田君は近くに見当たらなかった。もしかするとヒーロー殺しを見つけてしまったのかもしれない。無事でいてくれ飯田君。新技、フルカウルの特訓に明け暮れていたグラントリノと僕。そして特訓はフェーズ2へ。だけどその頃ホス市では、ヒーロー殺しが現れた街、ホスにノームが現れた。ホス、ノーム、消えた飯田君、ヒーロー殺し。まさか。やめとけ飯田君。ホス市のとある事務所へ職場体験でやってきた。この場所で兄はヒーロー殺しに襲われた。ヒーロー活動はもう叶わないそうだ。奴は一つの町で必ず4人以上に危害を加えている。ホスではまだ一人目だ。つまりヒーロー殺しはこの町に再び現れる可能性が高い。その時は唐突にやってきた。騒ぎを追っていた最中、路地裏にその姿を見つけたんだ。ヒーロー殺し、あいつを必ずこの手で。スーツを着た子供、何者だ。消えろ。子供の立ち入っていい領域じゃない。お前を追ってきた。こんなに早く見つかるとはな。僕はお前にやられたヒーローの弟だ。僕の名を生涯忘れるな。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。お前を倒せ。私欲か、社会の顔面。レディークラッシュ。迫るせよ。即座に動くぞ。この腕で
ぞ。ニューストーリーズ。最高に立派なヒーローの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。ジンゲニウム兄弟か。奴は伝聞のため生かした。お前は弱いな。お前もお前の兄も弱い。偽物だからだ。黙れ悪党。兄さんは多くの人を助け導いてきた。僕に夢を抱かせてくれた立派なヒーローなんだ。お前が潰していい理由なんてないんだ。殺してやれ。目先の憎しみにとらわれ私欲を満たそうとするなど、ヒーローから最も遠い行いだ。だから死ぬんだ。じゃあな、正しき社会への供物。黙れ黙れ。何を言ったってお前は兄を傷つけた犯罪者だ。助けに来たよ、イーダ君。やめとけ。